片町スクランブルナイト、まずはお昼の片町紹介です。はい、スタジオには着物サロン金沢ベニヤさんの地下1階フロアにオープンしたエステサロンルージュ金沢からエステティシャンの小坂明美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで金沢ベニヤさんっていうと、はい、片町スクランブル交差点のもう面と向かってですよね、はい、うんうん、そこにエステがそうなんです。あったんですか。地下1階にオープンしました、まあ、はい、オープンはちなみにオープンは去年の10月20日の日にオープンしました。うん、はい、じゃあかれこれ3ヶ月4ヶ月目ぐらいな感じですかね。うん、あ、知らなかったっていう方もねたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、うんうん、お店の名前がルージュ金沢になります。ルージュ金沢ということでございまして、はい、はい、お店の写真とかあるかな。はい、わ、見たい見たい。どん、あ、これ中だ。あれ、こんな風になってます。はい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 、はい、すごい。これは、施術をする、そうですね、ベッドに、うん、ベッドがありまして、はいはい、施術するときに使うスチーマーでしたり、うんうん、でしたりとか、あとは、はい、タオルウォーマーとか、うん、はい、施術に必要リラックスできる感じになってます。あのお店のコンセプトとかって何かあったりするんですか。はい、1日3組の完全予約制プライベートエステサロンになってまして、うん、他のお客様をあの気にすることなく、うん、ゆっくりゆったりとした時間をお過ごしできます。すごい、だってサロンさんで1日3組って相当少ないじゃないですか。そうですね、でもそれだけやっぱお一人お一人のお客さんと向き合って、はい、そうですね、っていう、だいたい初回から来られる方は2時間ほどお時間かかりますので、はい、うん、カウンセリングあのたっぷりさせていただいております。はい、じゃそこから始まって、はい、で施術をして、はい、で綺麗になってもらってっていうのが、そうですね、1日3組しか、はい、限定。そうです。ベッドじゃあ1つですか。ヘッドベッド1つです。まあ、贅沢。でもやっぱエステサロンさんってやっぱ綺麗になりたいってのと、はい、やっぱ休日にちょっとリラックスしたいなとか、うん、癒しを求めていく方も多いと思うので、はい、そうやってなんかその特別な空間というか一人だけっていうのはいいですよね。うん、ありがとうございます。スタッフさんは、うん、私1人だと思います。そうなんだ。まあ、じゃあエステティシャンであり、うん、まあ店長であり、うん、ねえ、なんだろう、一番の、はい、いっぱいいっぱい働く人でもあり、はい、あ頑張ります。すごいっていうことですよね。いや、何でもありですよね。じゃあ本当になんかもう一対一で、はい、そうです。うわー、はい、それは嬉しい。うん、ちなみにどんなメニューがあるんでしょうか。うん、聞きたいです、はい、気になります。メニューが2つありまして、うん、はい、はい、1つ目は、あ、じゃあ私ちょっと、はい、こちら皆さんに、よいしょ、はい、陶器トリートメントと言いまして、はい、陶器トリートメント、はいはい、お肌の古くなった角質やいらないものをピーリングによって取り除くものになります。こんな風にお顔に緑色の陶器パウダーという、こちらは天然の植物由来のパウダーになります。そちらを塗って優しくマッサージしていきます。すごい、はい、そしてエステ業界人気ナンバーワンって書いて。そうなんです。あの私あのハーブピーリングは、うん、まあちょっとね数年前からちょっと流行りだして、はい、うん、あのまあ女性の方ならあこういう施術だなっていうの分かると思うんですけど、はい、この陶器トリートメントっていうのは最近も人気。人気ですね。へー、初めて聞いた。はい、で人気の理由としましては、はい、痛み、赤み、ダウンタイムがなく、うん、施術後にすぐメイクができることや、初回からお肌の変化を感じられたり、うん、芸能人の方にも人気で、こちら の, あのめぐみさんの美容本にも紹介されているんですね。はい、おですのですごく人気があります。これは本当に女性のバイブルですよね。はい、もうみんな読んでるし女優さんがやってそのめぐみさんが本当に自分でされて、はい、本当に良かったものだけを紹介してる本 で, で、ね、はい、この陶器トリートメントが、はい、紹介されたと、はい、紹介されてます。めぐみさんとほら金沢でもゆかりがあるというか、お店されてるじゃないですか。東茶屋街で、はい、ね、ルージュに来たりとかはされて、またまたしてない、またしてない、もしかしたらねお忍びでっていうのもありますね、うん、やってますよめぐみさん、スクランブル交差点ですよ。めぐみさんに向けても宣伝。そう来てくださいぜひ。すごい気な、あのこちらは、お値段は1回おいくらぐらい。でお値段は1万1000円からになります、うん、はい、なんか最先端の、ね、治療法だから、ね、あの施術だからもうちょっとお高い
はい、そこにオプションもいろいろあるんですけれども、はい、オプション入れていただくとまたちょっとプラスされていく感じですね。どんなオプションがあるんですか、オプションって。オプションは当店はエンザイムジャパンといってピーリング力がアップするお粉があります。生酵素 100% でできていて、あの300種類5年熟成作られたエンザイムジャパンというお粉があります。それを混ぜて、はい、混ぜてマッサージすることによってピーリング力が上がってもっと綺麗になるまあ、はい、これ女性のみですか。あ、男性も。男性も、はい、大丈夫です。男性も OK、なあ、ぜひすごいなあ。でもやっぱもう小坂さんのお肌を見たら、うん、ありがとうございます。いやもう陶器トリートメント、まさに陶器なお肌じゃないですか。すごい、あ、もうカメラも近づきますよ、うん、失礼します。いや、すっごい、こんなつるっていうか、皆さんこれ加工してないですからね、うん、加工してないカメラの写りでこのお肌、私だって最初お会いした時お肌綺麗ですねって言っちゃいましたもんね。ありがとうございます。すごい、これはやっぱり陶器トリートメントした。そうですね、はい、自分でセルフでやらせていただいてます。すごい、うん、間違いない、間違いない。もうこれね、小坂さん自身がもう広告塔ですから、うん、ぜひね、こんなお肌になりたい方はね、はい、チェックしてみてください。陶器トリートメントって時間、所要時間どれぐらいですか。だいたいカウンセリングを含めて2時間ほどになります。マックスの時間なんですね、はいはい、そっか、いいですね。やっぱその後すぐね、あの化粧もできますから、はい、ちょっと飲みに行く前とかでもいいですよね。他のおすすめメニューとかもしありましたら、はい、あと2つ目なんですけれども、はいはい、そちらは微層顔フェイシャルといいまして、うん、お顔のこりとか肩のこりをマッサージによってほぐしていくものになります。はい、はい、こちらはあのデコルテマッサージがありますので、リンパを流しながら老廃物排出をサポートしたりですとか、あとお顔のくすみ、たるみ、リフトアップ効果が高いものになってます。はい、そちらはおいくらになりますか。税込み8800円になります。お、はい、お時間は、時間はこちらも2時間ほどだいたいいただいております。ちょっとどっちのメニューにしようか悩みますよね。うん、そうですね、やっぱその2大人気メニューって感じですよね。そうですね、はい、そういう相談にも乗ってくださる、どっちにしようかな、はい、みたいな、はい、もちろんです。あと何かこうライトなものもあったりとかするんですか。あとお顔のみのフェイシャルであったりとか、はい、うん、デコルテのみもあります。はい、なるほど。で1日3組限定になってます。はい、これはちょっと皆さん予約争奪戦じゃないですか。3組ですよね、はい、すごい。じゃあちょっと予約取りたいなと思ったらどうやって。あ、はい、予約の取り方なんですけれども、ちょっと待ってください。こちらですね、うん、予約方法は電話または LINE、インスタグラムの DM から受けたまわっております。はい、あ、じゃあちょっとこちら失礼します。はい、あ、LINE もあるのか。はい、LINE の更新の LINE になってます。そっか、小坂さんにそのまま通じるわけですね、はい、これが。そうです悪用しないでください皆さん。大丈夫、ルージュ金沢の LINE。 そうか、そうかそれは個人 LINE ではそれはないでしょう。私がね、これ読み取って小坂さん飲みに行きましょうとかダメですねね、こちらで電話かインスタか LINE ということで、はいはい、かしこまりました。営業時間って何時から何時までなんですか。うん、営業時間は朝10時から18時まで営業させていただいてます。はい、でお休みは不定休となっております。うん、なるほど。はい、ということで、じゃあその10時から18時までの間、うん、はい、18時終わりだったら、一番最後の受付2時間のやつだったらば16時ぐらいまで。あ、そうですね、うん、16時ぐらいに最終受付になります。になりますので、はい、そのあたりはちょっとね、ご相談をいただければと思います。はい、あと今ちょっといろいろちらっと見えちゃったんです、はい、他に何か皆さんに、あら、あ、流れですね、これ施術の流れですね。どんなことするのかってことか。はい、まずと、はい、あ、ちょっとまた失礼します。はい、こちらとこちらになるんですけど、はい、2つの流れ、あ、これと、あ、こうか、陶器トリートメント、陶器トリートメントの施術の流れですね。はい、まずカウンセリングがあるんですけれども、うんうん、そちらではお客様のお肌悩みをお聞きしたり、うん、あとその日の体調ですとか、お家でのスキンケアの方法などをお聞きしてます。うん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 、その後は、クレンジング洗顔、こちらはスチーマーを使ってお家ではなかなか取りきれない汚れをしっかり落としていきます。はい、それをゴマージュって言うんだ。はい、あ、それはまた別です。その後にゴマージュっていう、あの、アンズの種子を細かく砕いてスクラブ状にしたものなんですけれども、うん、それでお肌表面の角質を
取り除いていきます。はい、じゃあ陶器トリートメントの前にそこまでしてくださるんですね。それでもだいぶすべすべになって皆さん驚かれます。すごい、はい、で満を持して陶器トリートメントが始まりはい、はい、その後は、パックをして美容ジェルお仕上げをさせていただいてます。まあ、すごいな。どうですか、反響いかがですか、はい、うん、皆さんこのゴマージュをした後に起きてらっしゃる方にはちょっと触ってみてくださいって、はい、あ、そうか、寝ちゃう方も多いんですね。もうここで寝てないです。早くないですか、カウンセリングしてもうそうなんです、クリーニング洗顔したらもう寝ちゃう。そんだけね、やっぱ居心地のいい空間ってことですよね。リラックスされる方がたくさんいらっしゃる。じゃあ、まあ起きてらっしゃった場合には、うん、はい、触ってみてくださいって、うん、言うと皆さん触ってあ、スベスベスってその時点でおっしゃられるので、早い、その時点で、うん、その後の陶器トリートメント、うん、終わった後は施術が全部終わった後はもうお肌がツヤツヤになってますので、まあ、皆さんびっくりされてま す、はい、先ほどインスタグラム拝見したんですけど、はい、ビフォーアフターの、ね、写真もアップされてて、はい、1回であんなに変わるんだっていう、 そうなんです、すごい。ぜひ、ね、気になる方チェックしてみてください、はい、でこちらも、あ、こちらは美相フェイシャルの、美相フェイシャルの方ね、はい、先ほどと同じくカウンセリング、ね、クレンジング洗顔ですね、うん、その後はデコルテマッサージといって肩甲骨の方からしっかりほぐさせていただきます。はー、じゃあちょっと終わった後は、まあ、顔シュッとするのはもちろん首長くなる感じです。そうですね、この首とかも凝り結構凝ってらっしゃる方が多いので、もうここぞとばかりほぐさせていただきます。首になるためにはちょっとここ、デコルテとかすごい首とか大事って言いますよね。全体的にマッサージしてくださる。そうですね、ここをするとお顔のトーンも上がってきますね。はあ、いろいろな、ね、マッサージあると思うんです。痛気持ちいいタイプですか、はい、ただ気持ちいいタイプですか。あ、お客様に強めがいいか弱めがいいか、はい、聞きして、なるほど、お客様に合わせてその強さ加減を、はい、させていただいて、そこまで寄り添ってくださるんだ、すごい。さすがプライベートエステでね、1日3組リピーターも多いでしょう。そうすると、そうですね、毎月来てくださってるお客様もいらっしゃいます。はい、はい、枠争奪戦ですので、はい、ぜひぜひ、はい、チェックしてみてください。お、コメント来てる、あら、はい、イルさんありがとうございます、こんばんはっていうことで、普段取れない汚れがごっそり取れると気持ちよさそうですね。うんうんうん、気持ちいいです、はい、びっくりされますね。ぜひね、男性も OK っていうことですから、はい、OK、ですやっぱ男性はね、周りの方がそのエステとかね普段行かない方が多いので、うん、ちょっとね他の方とはね、はい、ちょっと全然差をつけられますから、はい、チェックしてみていただけたら、ぜひお越しください、ね、嬉しいですいや、すごい、はい、ということで、ね、はい、スクランブル交差点のすぐお隣、はいはい、ベニヤ金沢地下1階ルージュ金沢でございます、はい、インスタが、ルージュ金沢、はい、で検索かけるとすぐ分かると思います、はい、ぜひ、ね、チェックいただければと思います、はいはい、じゃあ小坂さん、あちらのカメラにですね、はい、最後一言、はい、皆さんに PR アピールお願いできますか、はいはい、ルージュ金沢ではお客様お一人お一人のお肌を見させていただいて美肌作りをサポートさせていただいております。皆様のご来店を心よりお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ここまでは着物サロン金沢ベニヤさん地下1階フロアにできましたエステサロンルージュ金沢さんをご紹介させていただきました。お越しいただいたのはエステティシャンの小坂明美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にお肌綺麗、うん、